自民党本部内の記者会見場の映像が生中継で入ってきております。自民党の総裁選挙で参戦を果たした安倍総理大臣の記者会見が、まもなく始まります。しばらくその会見の内容をお聞きいただきたいと思います。私、司会を務めます報道局長の参戦を果たして、長期政権に入っている安倍政権が、これからの任期でどんな日本の舵取りをしていくのか語るものと思われます。その後、時間の範囲内で平川クラブ加盟者からの質問をお受けいたします。なお、会見の所要時間は30分とさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。それでは安倍晋三総裁、お願いいたします。先ほど総裁選挙が終了し、あと3年自民党総裁の重責を担うこととなりました。大変身の引き締まる思いであります。まず私の訴えに対して力強いご支持をいただいたすべての同僚議員、そして党員党友の皆様に改めて御礼を申し上げたいと思います。特に全国の党員党友の皆様からは、前回6年前の総裁選挙の 2.5 倍35万票を上回る得票をいただくことができました。これまで6年間にわたる経済政策、外交安全保障政策の実績の上に、さらに3年間この誇りある自由民主党を率い、引き続き国家国民のため強力なリーダーシップを発揮せよと力強く背中を押していただいたものと考えています。直ちに仕事に取り掛からなければなりません。北海道胆振東部地震、台風21号、大阪北部地震、そして西日本豪雨、この夏は自然災害が相次ぎ、列島に甚大な被害をもたらしました。それぞれの被災地では、多くの皆さんが今なお大変な困難に直面しておられます。総裁選挙の期間中も、政府として予備費の執行など何よりも災害対応を第一に取り組んできたところでありますが、一日も早い生活再建、なりわいの復興に向けて、北海道全域で宿泊料金の割引を速やかに実施するなど、取り組みをさらに加速しなければなりません。合わせて、この夏は猛暑による熱中症も相次ぐなど、全国の皆さんが近年の急激な地象の変化、それに伴う自然災害の増加に大きな不安を抱えておられます。この総裁選挙でも、全国で防災減災国土強靭化のための緊急対策を3年間で集中的に実施することをお約束させていただきました。強靭なふるさとづくりは待ったなしの課題です。直ちに着手いたします。被災地の復興を加速することと合わせ、小中学校へのクーラー設置やブロック塀の安全対策など急を要する対策について、来る臨時国会に補正予算を提出する考えであります。速やかに編成作業を開始します。